フェースが開いた状態で構えて、最初はハーフスイング、小さいスイングとかでもいいんですけど、ここでフェースの向きがまっすぐになるように、まあ、そうするとですね、まあ、インパクトの基本であるこの左手首ですね、消屈するってこの手首の、左手の手首の動きも覚えられるんですけど。こんにちは、ツアープロコーチの長谷川哲也です。今回は100切りを目指す方におすすめの練習方法をお伝えしたいと思います。100を切るためのポイントっていうのは、やっぱり、バンカーを一発で出す、スリーパットしない、あとはですね、あともう一点、 OB を打たない、ここが一つポイントなんですよね。で、まあバンカーとあのパターはあのちょっと今日はできないんですけれども、一番スコアを目指す OB、ペナルティがついた上にまた元に打ったところから打ち直さなきゃいけないので、ここはやっぱり100を切る時の一番大きい壁になってしまうんですよね。で、100切りの方のほとんどのミスショットがもうダイスライスでドライバーが OB になってしまうということです。で、やっぱりあの上級者になってくると、このフェースのローテーションですよね、このフェースのローテーションを抑えることによってよりまっすぐ打とうというようなあのスイング作りになってくるんですけれども、やっぱりこの100切りの方っていうのはですね、大体がですね、このフェースの開閉のコントロールがちょっと苦手っていう傾向があります。どっちかっていうと、このフェースの向き、フェースっていうのはですね、このポンと置くとですね、基本的にはこうやって開きやすくできてるわけですよね。なのでどうしてもこのスライスしてしまったりするんですけれども、このフェースをしっかりこう閉じてこれない方に対して、有効な練習法があります。もうものすごいこうシンプルな練習なんですけれども、単純にですね、いつもグリップをこう作ってると思うんですけど、いつもはこの垂直な状態でまっすぐグリップを作ってると思うんですが、これをですね、ちょっともうそうですね、30度ぐらい開いた状態でいつものグリップで握ります。もう当然いつも通り構えると目標に対してあのフェースはまっすぐ向かないような構えになります。これを打つとですね、まあ、当然ですけど右に飛んでいくわけですよね。はい。で、これをですね、要するにこの状態を作った状態、何をするかと、バックスイングをしてインパクトでこれをまっすぐ飛ばす。要するにこのフェースが返ってる感じっていうのが、やっぱ最初は感覚としてわからないので、返してきてるつもりでも実際はフェースが開いてるからスライスしてるわけなんで、それをもうちょっとやっぱり感覚で身につけていく必要があるわけです。なので何度かですね、この状態、フェースが開いた状態で構えて、最初はハーフスイング、小さいスイングとかでもいいんですけど、ここでフェースの向きがまっすぐになるように、まあ、そうするとですね、まあ、インパクトの基本であるこの左手首ですね、消屈するってこの手首の、左手の手首の動きも覚えられるんですけれども、この状態でまっすぐ当てをすると、過度な消屈、この手首の角度ができるんですけど、まあ、こういう動きをですね、まあ、習得することができるんですけど、この練習のメリットっていうのは、これで単純にあとボールをまっすぐ打つだけの練習なんですね。ですから、できてるかできてないかご自身で分かりやすい練習法です。はい、このようにですね、今フェースは開いてるんですけど、実際ボールを打ったらまっすぐ行くってことは、しっかりと手首の形が、フェースが閉じる動きができる状態ができているということですので、皆さんこれはですね、特にスライス100がドライバーがドライ、スライス、ドライバーがスライスしてしまって、OB になってしまう方っていうのはですね、まあ、このようにですね、このフェースを開いて構えてスクエアにインパクトするっていう、この練習法でですね、かなりフェースのコントロールができるようになってくると思います。で、最初は今30度ぐらい開きましたけど、できてきたら徐々にですね、これをですね、まあ、だんだんスクエアに戻して、でいつも通りのスイング、グリップポジションで打てるようになってくると、まあ、ちょうどいいフェースのローテーションが体得できると思いますので、ぜひこの練習を試してみてください。